焼き芋屋さんが来てたからつい買っちゃった。練習も楽しいけどやっぱりライブが一番かな。練習の前は必ずストレッチをするよ。習慣みたいなものかな。蜂蜜入りのホットミルクを飲むと落ち着くんだ。かなちゃんとは昔同じミュージックスクールに通ってたんだ。もう秋だね。街路樹が色づいてきて道が明るく感じる。ベースに名前つけてないけど、つけるのいいのに。焼き芋屋さんが来てたからつい買っちゃった。最近やたらと腹が減るな。秋だから。銀河製菓店は秋の味覚が目白押しだぜ。うまい野菜見繕ってやるよ。ドラムを叩いてるとさ、どんどん楽しくなってきちゃうんだよな。レイとは古い付き合いでさ、まあ信頼できる仲間ってやつだ。ケーキ作るの好きなんだよ。なんかリクエストあるか。バイクはいいぜ。走ってると余計なことを考えずに済むからな。ドラムを叩いてるとさ、どんどん楽しくなってきちゃうんだよな。次のライブではどんなパフォーマンスをしようかな。今日のメイクはどうですか。可愛くなってます。今日のメイクはどうですか。可愛さの追求に限界はありません。もっともっと頑張ります。今日のメイクはどうですか。次のライブではどんなパフォーマンスをしようかな。秋色の髪も可愛いですよね。ラベンダーとかマルンとか。次のライブではどんな秋のお洋服をいっぱい買っちゃいました。着るのが楽しみです。
引いて引いて。さっき